えー、ひろゆきお疲れ、ガンプラ万歳、転売ヤー、シスベシ、慈悲はない。あまあ。ただ、転売ヤーがなぜバッコするのかっていうと、その、もっともとの商品を売るところの問題だと僕は思ってるんですよね。あの、前にもその、テ売をどうやって撲滅するかって話をしたことあるんですけど、例えばその、じゃあ、あの、ガンプラの人気のやつ出しますって言った場合に、最初の100個は1個20万円とかで売ればいいと思うんですよね。で、1個20万円でも買いたいっていうファンは買うじゃないですか。 で、その20万円は、そのメーカーのバンダイかなんか直接お金返るので、じゃあその新しいそのなんかプラモを作る時の資金に使われますと。ただ、それが今の場合って、転売屋が買い占めちゃって、転売屋が20万円で売ってて、その本当に欲しい人が20万円払ったとしても、そのま、原価が1万円だとしたら、その19万円転売屋に入っちゃうんですよ。それだったら最初からメーカーに高い金払った方がいいんじゃねっていうので、なのでその最初の100個とかめちゃめちゃ高く売るっていうのをメーカーが僕はやるべきだと思うんですよね。 で、あの、アメリカでやるアーティストのライブとかって、あの、S 席10万円とか20万円とか当たり前なんですよね。あの、ま、あそのでかいホールがあって、で、そこのアーティストにすごい近い席の場合は、もうあの2000ドルですと。あの、1席20万円です。でも別にそれって、その、特に高いとかで文句言われたりしないんですよ。 そのホールのなんか3階席の後ろの方とかだと逆に2,000円とか1,000円とか安い値段でチケット売ってたりするんでお金がないんだったら安い席を買ってください安い席は上の方にありますよなのでその高い安いは自分が払える範囲で自由に決めてくださいねっていう形にするんですけど。 残念ながら日本の場合って、その、高くても1万円で、で、なんか一番安いところでもなんかあの、4000円とかであんまりこう価格差をつけないっていうのがあって、なんでその1万円のなんか席をじゃあ10万円でも買いたいみたいな人が出ちゃうんですよ。なんで最初から高く売れよっていう問題があるんですけど、じゃあなぜこれが起こるのかっていうと、あの、実はそのイベントの運営というのをアーティストがやってないっていう問題なんですよね。 要はその、なぜ高いチケットっていうのを、そのライブに出てこないかっていうと、あの、アーティストのライブを主催している人がアーティストじゃないんですよ。ジャニーズ別ですよ。あの、例えばじゃあ、そのなんか、うどう音楽事務所みたいなとか、そのイベンターっていう名前聞いたことあると思うんですけど、その、何らかしらのライブイベントをやるっていうのは、そのアーティスト自身の事務所じゃなくて、そのイベンターっていう会社が主催するんですよ。 で、その、じゃあ、イベンターっていう会社が主催して、じゃあ、まあ、仮に、じゃあ、そのなんか、えっと、じゃあ、アーティストで有名な、じゃあ、ミスター・チルドレンさんお願いします、みたいになったとしましょうと。で、その、ミスター・チルドレンさんとしては、もう、このライブを一発やったら、ギャラ3000万円みたいな、買い切りモデルだったりするんですよね。なので、その、チケットがめちゃめちゃ高かろうが、安かろうが、売れ残ろうが、なんだろうが、ギャラ3000万円変わんないんですよ。 でそうすると、S 席10万円とかで売られちゃうと、なんかミスターチルドレン十1 0万円の席売ってたよ、みたいな、マイナスの風評が出る可能性があるので、なのでミスターチルドレンアーティスト的には、そうちょっち10万円とか勘弁してくださいよ、せめて高いのはじゃあ1万円とか1万5千にしてくださいよ、みたいなところで価格を下げようとするんですよ。で、まあ、イベンターとしてはそのアーティストに言われたら、まあ、しょうがないなっていうので1万5千円で売るってなっちゃうんですよね。で、逆にその空席が出ちゃうと、アーティスト、そのアーティストとしては空席が出るとやる気がなくなると。 なので空席は出ないようにしてほしい。でも、その、高く売るっていうのをやると、その風評が出るけど、ギャラが一緒だったら、じゃあそれギャラ一緒なんだから、あの風評出ないように一緒だよねっていうのがあったりするので、なのでそのチケット自体が安く抑えるっていうのをアーティストがやっちゃうんですよね。で、結局じゃあ安く出るんですけど、でも本当に欲しい人っていうのは、その転売、あの、その転売屋が売ったでも高い値段で買いたいってなっちゃうので、転売が発生するっていう問題があるので、 なのでそのアーティスト自身があのライブを主催するっていう形のが日本でもうちょっと増えた場合って割とちゃんと価格が高くなって転売の入り余地がなくなると思うんですよねあのジャニーズとかの場合って自分たちで主催してるのであの振り込み銀行振り込みかなんかでチケット買わせるんですよねで銀行振り込みで住所を抑えた上でかがあのチケットを買わせるのでもし転売した場合そいつも一生チケット買えねえみたいなそういう感じのことやって転売を防いでるらしいですよはい なので、あの、転売がなぜ起こるかっていうと、実はアーティストが転売を起こる構造っていうのを放置してるのが問題なんですよ。なので、あの、SM エンターテインメントとか、韓国の、あの、カラーだったりとか、あの、少女時代とか、あの、韓国系の、あの、アーティストの場合って、その、東京ドームコンサートとか、なんか、代々木の体育館のコンサートとかやるんですけど、あれはその、韓国の事務所自体が主催してるので、なので、あの、転売できないように、チケットを、あの、スマホに連動したチケットを売ってたりするんですよ。 そのチケット自体がスマホに送信されるので、転売しようとすると、そのスマホごと渡さなきゃいけないんですよ。なんで、例えばじゃあその僕がチケットは行きたくもないからのイベントのチケットを買いました。で、これ転売しますっていう時に、その僕の携帯ごと相手の人を渡さなきゃいけないんですよ。そしたらなんか2万円とかで仮に売れたとしても、携帯ごと渡して、なんか携帯なくしましたとか言われたら嫌だし、帰ってこなかったら嫌じゃないですか。 っていうのがあって、その転売のリスク自体が大きいので、転売しないっていう、そういう構造になったりするんですけど、っていうのも、あの、やろうと言えばできるんですけど、やってないっていうのが問題なんですよ。なので、あの、転売問題って基本的には、あの、存在しないと僕は思ってください。要はその、業界全体で転売をなくそうと思えば、転売をなくすことはできるんですけど、転売をなくそうとしてない人たちっていうのが、業界の中にいるので、それは転売なくならんよねっていう。 えー、こっちらは俺は転売で稼いでるぜ。ひろゆきは転売する人どうも。う大悟は何の好きなも残ら来ないとか言ってるけど、それってユーチューバーとかサイトでセミの年取ってる女も同意じゃねえと思ったけど、転売は世間から風当たりが強い気がするから俺は無能なんだわ。俺のバッカバッカバカ、誰かこんな無能な俺をのしってくれ。ポカポカポカ自分の頭を叩こうと。ね、その転売って大体、その勝者の転売っちゃ転売なんですよね。 あの、例えばあの、アリババっていう中国のサイトから、なんかあの、ボールペンをなんかあの、100個買うと、なんかあの、500円みたいなのがあって、で、それを100個買って、で、か1本30円で日本で売るとかも転売なんですよ。なので、あの、センスのいい人って、割とそういう感じで、いろいろあの、安く買い叩いて、あの、高く売るっていうのをやるんですけど、で、それをどんどん広げてれる人であれば、別にいいと思うんですよね、転売続けても。 ただたまたまこの商品の転売だけでうまくやってます。でも他の商品についてはわかりませんとか、その要は海外から仕入れるとかってやり方わかんないよねとかで、せいぜいそのなんか中古のなんかあのブックオフをめぐって、でそこで見つけたやつをなんかアマゾンで売り回すぐらいだと、やっぱり規模が広がらないんですよね。なのであの自分から規模が広がられるっていうタイプの人であれば、転売ヤーでやり続けるのもありっちゃありなんですけど、 なので、そこら辺は、あの、どれぐらいの売り上げがあるのかとか、その、要は、転売以外の仕事をやる気がないのかっていう、そこら辺の覚悟によるんじゃないかなと思います。えー、さっき転売について質問したものだぜ。広き売り上げと覚悟って言ったけど、俺はカードゲームのボックスを買って店で買うとシュリンクって,言って、ボックスの周りについてるビーンみたいなのが転売防止のために流されてるんだよね。そしたら低価でしか売れなくなるから、自分でシュリンクに塗ると、それをカットする機械とヒート感があって、自分でシュリンクをつけて、 5枚の値段でそこ送ってるよ。もっとこれ以上は独牛者が増えて売りになるのがオキシャック。19歳で3日で12万ぐらい。これはね、あの、体力系なんで、あとその結局その遊戯王が売れなくなったら売れなくなるので、あの、一生食える転売ではないので、その方向性は間違いなんじゃないかなと思います。ただあの、自分で創意工夫はしてる、あの、結果が今があるので、ちょっといろいろな創意工夫をするっていうのをやって、その遊戯王がダメになったとしても他のカードでいけるとかっていうので、 あの、同じことをやり続けないような癖をつけた方がいいんじゃないかなと思います。えたびたび俺のしょうもない転売に、しょうもない転売に回答してくれてありがとう。な、広いカードが売れなくなったら終わりって言ってたけど、転売なんて目先のお金に飛びつくものがやってる長期貨持つ、えー、長,長期性がないものというのは重々承知してるぜ。俺は2年間で期限決めてるからいいけど、あと転売で稼いだお金が20万超えそうなんだけど、どうしよう。口座振り込むをしなければ税務署にバばれない。あとこういうのって情報調査で紙みに売れたりする。転売で在庫の状況とかで需要とでなんかあるから FX とか噛むみたいで面白いよ。 えっと、ま、一応20万個やると、あの、雑収入ってことで税務署に申告しなきゃいけないんですけど、ただ、あの、仕入れと、そこのあの、では、仕入れにかかったりなっていうのを引けたりするので、ちゃんと確定申告すると別にあの、税金払わなくていいよってなる場合もあるので、なので、あの、きちんと確定申告した方がいいと思います。あの、結局、後でその、どっかのサイトとか使ってる場合って必ず金額バレるので、そうするとあの、税務署が来て、壁払いやってなるんで。 えー、19歳、四大生、転売屋です。転売で月利益が100万を超えることもありますが、転売では顧客がつかないため、古着等のオンライン販売も視野に入れています。物販や大学生の転売、アルバイト等について意見をお願いします。今の事務に必要なスキルもしていただければ幸いです。まあ、転売はずっと続かないので、あの、 どこかのタイミングでその自分の会社だったりっていう方に行った方がいいとは思うんですけどただ月利益が100万まで行くのであれば割とそのお客さんをつかむ手段っていうのもご自分で結構理解されてるんだと思うんですよねまあひたすらメルカリで売るにしてもそのメルカリでどういうキーワードで売るといいのかっていうのがあると思うのでなので自社表自社商品を混ぜるっていうのをどっかでやってみるといいんじゃないかなと思います 要はその、もともとどっかから仕入れたものを転売してるんだと思うんですけど、で、じゃあ自分で作った商品、要はあの転売でこれ売れるわってなったら、じゃあこれ自分で作ったらどうなるんだろうっていうので、自分で商品を作ってそれを売るっていうのをちょっと小さい規模ながら試してみると、ひょっとしたらそれがうまくいくと、普通に自社商品を売るっていう仕事に移るので、それがうまくいくといいんじゃないかなと思います。あの、アマゾンが優秀なんですよね。アマゾンベーシックっていうのがあって、 そのアマゾンって売れてる商品があるとアマゾンベーシックっていう名前でその商品とほぼ同じものを安く売り始めたりするんですよ。で、元々の商品の会社が困って潰れるみたいなのがあるんですけどっていうぐらいひどいことをアマゾンはやるんですけどただっやっぱりあれ優秀なんですよね。なのでその,あの自分がリスクを負わないで転売して何が売れるかどういうものが売れるかって把握して売れるのが分かったら自分の商品を売るっていうのはアマゾンがうまくやってるのであれ真似するといいと思います。はい。